Who dares get busy with mayhem? ソルと共に元老院の侵略を退けた海。しかしそれはより巨大な陰謀の前触れに過ぎなかった。さらなる熾烈な戦いを予想し、一抹の不安を宿す海の瞳の色をディズィは見逃さなかった。まさか再生するとは。パラダイムさんの話ではもう少し時間がかかるそうですよ。らしくないですよ、あなたが弱気になるなんて。あ、そう見えますか。そのような目で見ては剣がかわいそうです。私の剣はいつの間にこんなにも短くなったのでしょう。以前はこの切っ先が届く中に世界が収まっていたのに。覚えていますか、初めて出会った時のこと。あの時の言葉を今度は私が届けましょう。あなたを切ります。ギアには生きる価値がありませんか。ディズニーバーサスジェンジェン。私はただ仲間を守りたいだけです。守る、私もです。私もただ自分の世界を守りたいだけ。言葉がわかるのですか。ならば我々は戦う必要などない。いいえ、人が大きな力を恐れることは理解しています。互いに非がなくとも争いは起きる。未知のものを恐れているだけです。 Heaven or Hell Duel One Let's Rock。 ダメだ、ダメだ、好きだ。ネクロやめて。好き。
Keep on rocking. やめて。待って。It's not over yet. ネクロやめて。強い瞳だから届くのですね。結果が全てを許すこともあります。でも今という世界で
Let's rock. でも私のこの力はただ壊す力。教えてください。何かを守る覚悟とは誰かを傷つける覚悟なのですか？その問いは難しいですね。答えを一つに絞り込むには人は幼すぎる。しかしこれだけはわかります。誰も傷つけない世界があったとしても人が傷つかない世界はありません。いえ、その傷を背負わない世界を私は人の世だと思えません。だから私は誰かを傷つけうる力や行いにどんな意味があるのかを考えるべきだと思います。力の意味、自らに問うこと。
それをやめてしまった時こそ、人は誰かを傷つけても気づかなくなる。それはどんな暴力よりも恐ろしいことです。私にもあなたのような心の強さがあれば。そう思うのはあなたの心に椅子がないからでしょう。椅子？立ち話では心を開いた話はできない。だからあなたを切ります。え？Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock逃げてください。追っ手が来ます。どうしてですか？あなたには何度も私を撃てる機会がありました。どうしてそうしなかったのですか？あいつの言葉を思い出しました。言葉をこじらせると伝わるはずの気持ちが伝わらなくなる。知ってほしかったんです。あなたの力を受け止められる人間もいるということを。あの時あなたはこう言いました。力とは大きさで測るものではない。100人の言葉が1人の独裁者に届かないことがあれば、1人の言葉が100人を奮い立たせることもある。力とはその時々で形を変える。求められるのはその意味だと。私の力も今は意味を持っています。なるほど。Heaven or Hell, Duel 1, Let's Rock! やめてください。見切った。ここだ。やめて。見切った。やめて。絶対に危ない。行きません。ここだ。どうだ。見切った。油断しましたね。それは…私の勝ちです。ライフルライフル。戦争で。やっぱり、ネクロエネルギー。さすが危ない。ちょっと、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 やめて。まずい。負けるわけには。すぐに手当てを。All or nothing. Yeah, let's do it. 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 Let's
私の勝ちです。ライドワンライフィーセイクリッドエッジの勝ち。私の勝ちです。ライドワンライフィーセイクリッドエッジの勝ち。強くなりましたね。今はちゃんと椅子がありますから。あなたが無事に帰り、そこに座ることができるように。ありがとう。Get it.